ね、歌わせていただいちゃってありがとうございました。あれ気持ちよかったですよ。あ、山野さんもお疲れ様でした。いい曲でしたね。皆さんね、すごいソロ弾きにそそられてましたから、来年ソロ弾きが増えるかなそう簡単にねできるもんじゃないけどね。はい、ありがとうございます。で、皆さんのを聞いてて、すごい仲間がどんどん広がってきてるのを感じてて、ユニットを組んだりとかバンドを始めたりとか、そう、生徒さん同士でもどんどん輪が広がっているので、ベストフレンドという曲を歌っています。
ありがとうございました。今日参加してくれた皆さんもお疲れ様でした。はめこさんも、はい、お疲れ様でした。次回は出ましょうね。このタイムで聞いたらね、どんどん仲間増やして、まあ、大和さんね、いっぱい仲間いますからね。はい、これからもどんどん仲間を増やして、ウクレレ楽しんでいきましょう。はい、ありがとうございました。では、ゆっくり今日は休ませていただきます。さようなら。あはちゃん、今来てくれたけど、ありがとう。またねー。